아유, もぞってますか？モザイクってますか？大きいおきろ、確かに。イリニアさん、アイスクレープ、セリアさん、5番、ありがとうございます。モザイクってますか？キクさん、アイスクレープ、ありがとう。おきちゃんと同室なんですよ、ホテルです。セリアさん、バラちゃん、みーさん、5番、ありがとうございます。ほいちゃん、ロートスさん、アイスクレープ、ありがとう。ちゃんとアイスクレープありがとう。そう、マー君アイスクレープありがとう。いい感じ。おはようございます。フレーズやるほどのキャッチフレーズを大声で言って起こすのはかわいそうだから。うん、つーもさん、ハート、きょうちゃん、マーカー、アイスクレープ、セイタートさん、アイスクレープ、マーカー、アイス、トロはまださ、トロはいいじゃん。今ね、もうかれこれ15分ぐらい鳴り続けてます。ちょっと起こしてこようかな。どうしよう。していきますね。ちょっと時間がなくてさっき起こせなかったんですけど、配信しなきゃって思って起こしていきます。よいしょ。さっきは対戦ありがとう。あ、ありがとう。うん、すまないって言った。みなさん、アイスクレープありがとう。キクさん、ハンタバン、カズミさん、ハンタありがとうございます。シャンくん、アイスクレープありがとう。トロはね、全然起きなかった。タムナさん、誰もありがとう。いってらっしゃい。起き起きました。出勤です。頑張れ。
丈夫。おいちゃんタコありがとうございます。朝5時から起きます。早っ。今日はオフだけど、みちゃん見るために起きた。すごい、ありがとう。ありがとうございます。固い、頑張れ。髪をすいてから髪乾かすのがめっちゃ早くなりました。エリアさん、アイスクレープありがとう。遠いさん、だるま、ありがとうございます。山下さん、楽になったね、髪の毛が。プーさん、アイスクレープありがとう。キクさん、ハロシキありがとうございます。ね、いいこと。かわいい。え、おはよう。おはよう。オールナイトニッポンは、あのショールーム見てました。直前のショールーム。でもそれで寝ちゃったんですよね。もう、クさん、アイスありがとう。タコありがとう。ちゃんと寝なよ。いや、長濱ねるさんと向井地美音さんのやばいですね。ショールームね、最後の3分ぐらいで、ね、水木さんもいらっしゃったんですけど、やばかったね。可愛かった。なんか薄ピンクの空気が流れてたって感じでしたね。ふわ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 って感じでした。はよ。私とく。それな。ここは何色だろう。私何色だろう。何色ですか。はよ。今日オレンジ、オレンジ、ピンク、黄色、紫、薄紫色、紫、無色透明、あいや、つんもさんハート、かいとちゃん花束ありがとうございます。あわれ村で薄紫。
ルダさん、アイスクレープ2もさん、キクさん、ハートありがとう。ミジュって水色のイメージがある。本当に？そうなんだ。水色のイメージ。はよう。アイスクレープゆるるさん、花束ありがとうございます。目が茶色に見える本当。確かに。きくんさん、くまありがとうございます。確かに映ってる。合計2時間ぐらいしか寝てない。ありゃあ。今日の朝ごはんはね、ローソンさんのおにぎり2つ買いました。まだ食べてないけど。徳島のひっくんさん、だるまありがとう、じゃない小判ありがとう。日本人形に見えてきた。すぐ言う、みんなみんなすぐ言う。光漏れなのか。わたるさんありがとう、嬉しい。ヨッピーさんお久しぶりです。勉強頑張れ。おはよう。前髪を分ければいいのか。予想して、おにぎり、何のおにぎりでしょう。1個は高いやつで、もう1個は普通のやつです。あのローソンさんの高いやつあるじゃん。仕上げ、じゃ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 。お、あ、正解。正解者が、お、お、お、惜しい。お、お、正解。何が正解かは言わないんですけど、正解は、正解はからし明太子とイクラです。あと飲み物になんかバナナオレを買いました。言った。そう、初めて見てます。ありがとうございます。当たってましたか。当たったわーい。一つも当たってなかった。やったー。アンチとスガハラさんの配信のテンションのさ、さきちゃんどんなの。また来たぞ。天気。確かに。おにぎりと合わんね。夏バテで毎日ウィダインゼリーが朝食。おお。10秒チャージ。福ちゃんだったっけな。なんか福ちゃんだったっけな。現実で、現実っていうか。ショールームとか、そう、ショールームでもしてたけど、なんかね、ウィダインゼリーは本当に10秒で飲めるのかみたいな、福ちゃんがってやってたよね、配信。一
てなかったっけ。めっちゃ面白かった。本当に10秒で食べれるんですかね。でもやってみたいな。今日はランクインコンサートに行く。お、すごい。1日10秒で飲もうという気にならないからな。ゆっくりゆっくり食べようってなるから。おはよう。正味5秒、5秒でいける。早くない？できました。イエーイ。きついよな。10秒もきついと思うけど、5秒でいける。3秒。嘘よ、絶対嘘ついてるでしょ。5分。5分は可愛いです。はよ、お仕事いってらっしゃい。頑張ってください。一握りでいけたら CM が来そうですね。ご飯食べるのめっちゃのんびり派なんですよ私。なんかあの小学校の時にご飯食べてから昼休憩とかじゃないですか。ずっと昼休憩中も食べてる人だった。はよ。たまにね。ずっとじゃない、いつもじゃないけど、たまに。ゆっくりゆっくり。でもなんかさ、昼休憩さ。でも嫌なんですよ、その昼休憩遊びたいし。昼休憩はさ、なんかさ、昼休憩掃除5時間目みたいな感じじゃけん、なんか掃除のために昼休憩で机のさ、机にさ椅子を上げてさ、下げてさ、机を全部その中でさ食べないきゃなんですよ。でも嫌いなおかずはなかったです私は。ただ単に喋りながら、お話しながら食べてて遅くなったみたいな感じ。そう、ホコリがね嫌なんよね。受験頑張って早く食べてましたけど、たまに食べれない時があった。嫌よな、あれ。あれはどうにかした方がいいと。どれだけ早く食べれるかが楽しみ。そう、なんか給食の量がただ多かったです。そう、早弁、小学校の時でも早弁できんやな。インターン頑張れ。ゆっくり食べる。好きな給食はね、好きな給食パン食べたい。あの揚げパン食べたい。最近給食がなんかね、食べたくなったよね。ね、あのさ、なんか給食が出てくるお店みたいなのあるじゃないですか。お仕事頑張ってください。ファイトです。なんかさ、なんて言うんだろう、給食カフェじゃないけど、なんかそんなあるじゃん。なんかあの銀のお皿、あのさ小学校の銀のお皿、なんかね、あるじゃん、あれに乗って出てくるやつ。
出てくるお店があるじゃん、なんか飲食店、そう、あれ行ってみたいんですよね。めっちゃ懐かしいよね。そう、小学校をモチーフにした、え、お寿司屋さんなんですかあれ。嘘、広島にあるのかな、わかんない。広島に駄菓子屋さんの食べ放題があるんですよ、広島。そう、そこに行ってみたいんですよね。ちょっと駄菓子の食べ放題ってすごくない？夢って感じ。あ、そう、銀の皿ってお寿司屋さん、違う違う違う、広島にしかない給食、広島にしかないのかわかんないけど、くわいとか、くわいとか、広島菜とかは広島だと思う。広島菜、くわい、あと何がありますかね。八朔セリは出てこなかったですね。大福もくわい、くわい、くわいはね、ダメだ、 iPad が使えなかった。お仕事頑張ってください。くわいはね、美味しいですよ、めっちゃ。八朔大学もね、出なかったですね。俺が通った小学校、日本一美味しい給食に選ばれた。え、すごい、なんじゃそりゃ。いいな、日本一美味しい給食を食べて育ったっていいですね。あとあれが出る、クジラとか、クジラの竜田揚げとか出ますか皆さんも。あれ広島以外もあるんかな。はいよ、くわいはここのやつこんなやつ知らん、こんなやつ、こんなのあった、ない、出てた、出ない、あー出てた、なんなんじゃろ、西日本だけみたいなのかな。さくらんぼ出てた、さくらんぼ大好き、北海道でも食べた、ありゃなんなんだろう、どこなんですかね。ぬた、わけぎのぬたは本当にね、私もわけぎのぬたは本当にダメでしたね。千葉でも出てました。あら、ほんと、うーん、チョキパーネ、チョキパーネ、何作ろう、何作ろう、右手はグーで、左手はチョキで、くわい、はよ、くわいめっちゃ美味しい、あのね、おすちに入ってるらしいです。うん、食べてください。カタツムリと見せかけながらの、行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってください。どんな味、え、なんか結構塩辛いですね。この丸いところが芋？お芋っていう感じで、ここがなんか、なんな、なんて表現すればいいんじゃろ、芋をなんて表現すればいいんじゃろ、これが、これがわからんけど、うーん、
塩辛いんです、こっちの方が、爪みたいな方が、なんて言えばいいんだろう、あの食感はね、食べたことのない感じです。他のもので食べたことない気がする。でもめっちゃ美味しいよ。部活頑張ってくれ、頑張ってください。皆さんの好きな給食は何ですか？そう、表現しにくい、難しいんですよね。なんか揚げパン、ドライカレー、ドライカレーな、わかめご飯、確かにソフト麺いいね。フルーツポンチ懐かしい。ミルメイク出てこなかった、私。クラムチャウダーなんてあったっけ。みかんアイスクレープあったっけ。そんなカレー食べたい。桃、唐揚げ、くるみパン、くるみパン美味しいよね。松山の花火大会ライブ見に行く。お、ありがとうございます、楽しみ。わかめご飯確かに美味しかったね。シチューも美味しいね。朝ごはん食べましたか、もう皆さん。なんかすくね。食べないよ。牛乳入って、ありゃ、私のなんか、私の小学校5年生ぐらいの時に、ひな祭りの三色ゼリーめっちゃ美味しいですよね。私もめっちゃ好きだった。なんか小学校4年生か、4年生ぐらいの時に、あの男子があのね、牛乳を振ってね、牛乳って振ったら美味しくなるんだぜみたいなことを言い出して、クラス全員で振ってる時があったんですよ。その振り始めた日に、なんか結構序盤にいただきますって言って、序盤に美味しくなるぜって言ってめっちゃ振り出したんですよ。そしたら、その言い出した男子の隣に座ってる女子の子が、やってみようって言って、こう振った瞬間に、あのもうね、ストロー刺しとるので忘れとってからね、女の子が振った瞬間に牛乳がビシャってね、こぼれてね、大変だった。あとなんかロッカーに牛乳溜め込んですごいことになってる方とかいましたね。早起き本当？やったことあるとか言えない。え、ビシャって、やばいめっちゃ面白かったロッカーに、ロッカーに牛乳を溜め込んでる人は、あのね、あの机の中にね、パンをね溜めがち。そう、あとロッカー、体操服ずっと入ってるみたいな人もいますよね。
ありがとうございます。同じこと言ってる？どういうこと？ロッカーに納豆をしてました。どういうこと？机の中で発酵食品、面白い。くるみパンは好きよ。まえはちゃん、まえはちゃんに会いたいな。お仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。貧弱だったから残してた。あや、苦手なものを机の中に隠してる子。そうそう、牛乳投げちゃうやんちゃな人はたまにいましたね。たまに四角いチーズみたいなの出てた。机の中でリンゴ腐らずね。リンゴ持参。じゃあね、ありがとう。確かに小学生かわいいね。ももるんさん、大好きちゃん、徳島のひーくんさん、しわっちさん、ごめんなさい、バレタさん、コメント開きた、ダムドさん、カズチンさん、ゲンマシンさん、徳島のひーくんさん、海のあきらさん、ハッシーさん、チャーミーさん、徳島のひーくんさん、セリアさん、水槽買ったさん、ギフトありがとうございます。機会が最近全然ないですね。8月10、11、12にあるので、あと8日後くらいですね。まだまだ。うん。8月楽しみ。浴衣祭りが楽しみ。剣がない、ありゃそっか。握手行きたい、来てください、ぜひ来てください。浴衣祭り楽しみ、申し込みは今してないと思います。握手会の申し込み、そうだよ、ファンの方も浴衣で来てください。うん、皆さんも浴衣ジンベエ着てください。
こんなに早見て、ありがとう。私のね、浴衣はね、赤です。赤を着ますよ。一応言っときますね。赤に、緑の帯です。今回の出張コンでファンになったから、ね、嬉しい。ありがとうございます。楽しみ。中ご飯にはありますね。そう、トルブさんのお母さんがプレゼントしてくれたんですよ。私物を着ます。そう、今日朝だけど漏れてる。そう、トルムママが背景白いからかな。そうかもしれない。ありがとう。確かに壁がね、いい感じだからね。最近トルブさん可愛くなったと思います。わかるかも。最近毎日トロブさんに可愛いねって言ってます。トロ可愛いかもって撫でてます。めでて撫でてます。そう、めっちゃ可愛いよね。あ、髪そろそろ顎じゃない。確かにペット可愛いよね。にゃんだいはふくちゃんだから。熱中症に気をつけて。はい、カノンさんもめでてあげてください。カノンちゃんうらやましいでしょ。トロめでるの。皆さんの分も私がめでますね。トロトロってトロってやりますね。めっちゃ可愛い。テスト行ってきます。行ってらっしゃい。みちがめでるの珍しい。本当、私が今までめでてたのはまいはちゃんとかのんちゃんとかありちゃんとか、ちっちゃい子ばっかりだったね。
情を読まなきゃ。それでは、でも最近のタロウさんのね、わーってなるところはね、なんかホテルで疲れてる時にタロウさんがなんかトロタもうできないってトロタ疲れたって言って、自分のことトロタンって言うんですよ。トロタン疲れた、トロタ無理って言うのめっちゃ面白い、びっくりしたよ最初トロタントロタンって思った。そういいよな。そのトロタンです。見てみたい、かわいいよ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、ソウさん。12位、タニュリップスさん。11位、リョーネさん。おんちゃん。10位、フルメタルヒップヤノさん。めっちゃむずいこの壇上の真似、どうすればいいんだろう。9位、保冷剤さん。しばっちさん、くもん、たくとさん、アイスクレープ、フルメタル、ピアノさん、バラ、保冷剤さん、アイスクレープ、しばっちさん、ハートありがとうございます。8位、マモルンさん。7位、ツーボさん。6位、おぎかつさん。5位、きくさん。4位、たたたダムノさん。3位、しばっちさん。2位、セリアさん。そして1位はドゥルルルルじゃん、チャーミーさん。だるま、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、それでは今日も一日仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張ってください。テスト頑張ってください。またお会いしましょう。今日も七並べやりますので、七並べでもお会いしましょう。村田より送りますので、ハッシュタグ村田よりお願いします。頑張れ。今日も元気にいってらっしゃい。ありがとうございました。寝坊しちゃった、あら大丈夫だよ、頑張れ。バイバイ、見ちゃった。